3月危機が現実味を帯びてきました。菅政権は衆議院で予算関連法案の再可決に必要な3分の2の議席の確保へ向けて社民党と協議していますが、その傍らで小沢元代表に近い衆議院の新人議員ら16人が会派の離脱を表明。菅政権は足元から揺さぶられています。中継です。つい先ほど会派を離脱する議員が会見し、予算関連法案に反対もあり得るとして、菅卸の具体的行動の一歩に踏み出しました。我々は民主党と国民の約束の上に存在する比例代表の議員だからこそ、本来の民主党の姿にとかけ離れた今の菅政権にはもう黙ってはいられません。離党はしないで会派の離脱だけを表明したのは、小沢元代表が得意とする瀬戸際戦術で予算関連法案に造反する姿勢を見せて菅政権を追い詰める狙いがあります。また3月危機と4月の統一地方選を睨んで、地域政党と連携を強める動きも始めています。こうした動きに対し執行部側からは批判の声が上がっています。なあ、恥ずかしいな。そんなのいないだろう。まさかちょっと理解に苦しむ行動ですね。きちんとですね、会派の一員として行動していただきたいと。しかし菅卸の動きは小沢グループだけではありません。中間派の議員が来週菅総理の公約を検証する会を開くなど、政権運営への批判が広がっています。小沢グループとしては解散総選挙は避けて菅総理だけを引きずり下ろしたい考えですが、菅総理は辞める気はなく、党内抗争は泥沼の一途をたどっています。